オッティングオッティングはドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政。オッティングはアウクスブルク開発計画地域に属す。この町は公式には4つの地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落はクビウのオッティングのみである。オッティングはベムティングとモンハイムの間に位置する。その地盤はジュラギニは海だった場所である。 オッティング・バイルハイム駅近くの鉄道沿いに見られるジュラギの地層が堆積岩からなっていることが海だったことを証明している。しかし、外からの力、すなわちリース盆地を形成した隕石の衝突も土壌に作用を及ぼしている。これによりオッティングの数バイト採石場に見られるようなオッティンガー数バイトと呼ばれる岩石が生成した。 この数バイトは爆発などにより紛失した灰から形成される岩石である。こうした強大な力の証拠は、やはりオッティングバイルハイム駅近くの鉄道沿いに見られる石灰層の上の研磨層のような地層に見ることができる。この研磨源は自然保護文化財に指定されている。アレホの森の中にケルト時代の方形城塞がある。ケルト人は西暦15年に ローマ人が来るまでこの地方に住んでいた。包茎城塞は彼らの墓、道具類、武器、装飾品と共に発掘された。ここはおそらく壁と堀で守られた神殿があるいは住居であったと考えられている。唯一の門から城塞の中央までまっすぐな道が設けられていた。道の終端からは製造が発掘されている。おそらくは埋葬地とも関連があったのであろう。 アレホの法径城塞は、墓ュ地域の中央に位置している。3世紀から6世紀の民族移動時代に、北からこの地方へ、シュバーベン系農耕民族が移住した。これ以後、この地方で最も古い村の原型が形成された。これらの村は、メルティンゲン、ゲンダーアーキンゲンといった具合に、地名の語尾が、イングイーエヌであることが特徴である。オッティングもこのグループに属す。とはいえ、 この村の成立に関する情報が文書で残っているわけではない。オッティンゲンという村の名前が1060年頃に記録されている。この最も古い記録に残されているオッティンゲンという村の旧称から、この村がシュバーベン系農耕民族の入植地に起源を持つと推測されているのである。村の名前はおそらくオットという固有名詞に由来すると思われる。オッティングの成立は 以下のように推測されている。マイヤー法府に面した、この場所がメーレンバッハ川に近く水を利用するのに、都合が良かったため、オットーという名のシュバーベンジン指導者が、定住地に定めた。この農場周辺に、彼に従う、人々の家が建てられていった。こうして、この辺りは、オットーと彼に従う、人々の入植地とされたのである。最初の村の領域は広く強力だったため、 その後定住が進み、ヘンタルホーフ、ダッテンブルン、バイハイマーバッハといった集落が形成されていった。中世のオッティング城はおそらく11世紀から12世紀のシュタウフェン時代に建設された。1395年と1432年の資料に聖オルク城内礼拝堂が言及されている。1245年以降は土着貴族の存在が明らかにされている。 オッティング騎士家はグライスバッハ博の重視であった。また、オッティング家一門はアイヒシュテッド司教の関罪人であったこともわかっている。1300年頃からオッティング家はタークマースハイムの領主を兼ね、タークマースハイムに新しい水城を建設した。オッティング騎士家の子孫で最も凶暴な人物が、当時は没落して盗賊騎士となり、恐怖の的となった。 オイヒャリウス・フォン・オッティングである。彼の隠れ家となっていたタークマースハイムとエムスカイムの城はシュバーベン同盟により1523年に破壊された。本城であったオッティングの城は1570年頃にベムディング家に売却された。貴族家としてのオッティング家はタークマースハイムを館としていたモリッツ・ハインリヒ・フォン、オッティングで1578年に断絶した。 クンラートフォンオッティングの1578年の印象にはオッティング家の紋章が描かれている。銀字と黒字に左右に分割され幅の狭い金の横帯がそれを貫いている。1542年から1618年までオッティングはプロテスタント化されていた。17世紀になるとオッティングの古い城は老朽化し、あるいは30年戦争で破壊され、 旧地礼拝堂の巡礼図は中世の城の廃墟に埋もれた。現在は香木地名と旧地礼拝堂の東側にあった旧地球舎が残るのみである。この城からプムパー洞窟への連絡通路があるという伝説がある。30年戦争の間にはオッティングには時々一家族が住んだだけで他の住民はベムリングやモンハイムへ流れていった。 多くの住民がオッティングに戻ってきたのは1648年以降のことである。その後、この町の人口は2005年に800人を超え、2008年2月1日に最高人口の896人を記録した。町長はヨハン・ベルンロイターである。彼は2002年にバルター・バイ・エルレからこの職を引き継いだ。第二次世界大戦後の町長を歴記する。この中で、 特に重要な人物はカール・ヘイフェラインである。彼は市町村再編の時代に自治存続を貫いた。この功績により彼は2001年に終身名誉町民、終身名誉元町長となった。彼はまた2009年現在最後の CS の町長でもある。オッティングのプムパード・オは前史時代の証である。 長さ約240メートルの洞窟の入り口には、大歴や区灰岩が転がっている。屈曲部を過ぎると中規模な小乳石が見られる。洞窟には貯水槽のようなくぼみがあり、水が音を立てて流れている。第一洞窟から第二、第三洞窟は、約10平方メートルの広さと4メートルの高さがある。これに対して、第四洞窟以降は横たわった状態でなければ、 中に入ることができない。プムパヤ洞窟近くの犠牲の場所は、はるか昔にもしかしたら、この地に住んでいたか、あるいは周辺で狩りをして、神に捧げ物をした人物がいた証拠である。オッティングには、地学上の重要な数ーバイトがある。この火山性の岩石は、リースボンチが、ジュラ山脈に隕石が衝突して形成されたことを、裏付けている。 1970年8月に4人の宇宙飛行士、アラン・シェパード、エドガー・ミッチェル、ジョー・エングレ、ジーン・サー・ナンがオッティングにある。1976年に NASA によるボーリング調査が行われた。アポロ14号プロジェクトが成功理に完結した後、月のフラマウロクレーターの地質学的な構成が、オッティングの採石場を含むリースボンチのそれに類似していたという報告がなされた。 1977年5月に NASA は再び数バイト採石以上で地質学調査のためのボーリングを行った。アメリカ人地質学者、チャオ博士とフライブルクの地質学者、ヒュットナー博士の指導下で新たな学問上のモデルが提唱された。58.29メートルの深さの深度ボーリングにより、再びジュラ山脈のゲンナリアに到達した。 ボーリングコアはトランクに梱包され、アメリカ合衆国の研究室に運ばれた。その結果、約1480万年前の爆発により地下洞窟が形成されたことが分かった。数バイト採石場は現在は、マーカーゼメントワークハーバーグ GMBH の所有になっている。この会社は、セメントや数バイトカルクを生産するため、数バイトを採掘していた。 1617年から1789年まで、オッティング上はしばしば城主が変わった。1707年に、ベスターナ派男爵カール・ヨハンが獲得した。彼は、主教領主のジョニー司祭に、旧知礼拝堂の火災を報告している。1817年7月16日バイエルン王の、マクシミリアン・ヨーゼフは、イボテー、シェンフェルト男爵カール・フリードリヒ・シュテファンをオッティング。 およびフィンフシュテッテンの白に任じた。彼は1811年にフィンフシュテッテン城を獲得し、1813年7月29日に男尺に昇格し、1816年にはオッティング城を与えられていた。彼は白に昇格した後、本オッティングウンとフィンフシュテッテンを名乗っている。悲しみの聖母城内礼拝堂、編集1930年に、 オッティング教区の所有となった悲しみの聖母、城内礼拝堂は19世紀まで多くの巡礼者が訪れる巡礼教会であった。現在の礼拝堂は18世紀初めの建物である。内部では、バロック様式の化粧漆喰で縁取られた、制御室に驚かされる。1705年製のバロック様式の主催団は、芸術史上重要な木彫りのピエタ像、18世紀以降に、 この地を治めた領主の紋章で飾られた母碑の隙間に収められている。オッティング及びフィンフシテッテンの伯の家族の母碑は1854年以降のものである。オッティングの教会は、初めは木造であったのであろうが、1057年から1075年にアイヒシュテッド市教軍で代わる2世によって建造され、守護聖人のセイリヒャルトに建造された。 セイリヒャルトは11世紀からアイヒシュテットで参拝されるようになった聖人である。彼はアングロサクソンの王で、聖ビリバルト、聖ブニバルト、聖バルブルガの父であり、ドイツとイギリスで崇拝されている。歴史上記録されている、最も古いオッティング司祭、ハイデンハイム修道院のカトリック修道会司祭は1150年頃にイルズングという名で記録されている。 彼は、イタリアのルッカから1150年頃に、セイリヒャルトの繊遺物をオッティングにもたらした人物である。セイリヒャルト教区教会の塔は、長堂よりも古い時代に遡る。塔の四角形の下層部は14世紀のものである。教会自体は15世紀の後半に建てられた、後期ゴシック建築である。この教会は30年戦争で何度も破壊された。聖具室は、 バロック時代のものである。オッティングの境界は、軍内でも最も見事なものの一つに数えられる。オッティング・バイルハイム駅は、オッティングと、隣のモンハイムのバイルハイム区との間に位置する、トロイ・ヒトリンゲンとドナウベルトを結ぶ路線の駅である。ありがとうございます。